ようございます。ということでね、今、前の動画の続きどっからになってんだ？徳重か。徳重から多分、急に、ポーンと飛んでると思いますけど、今、ここはですね、名古屋市中村区の報告神社ですね。中村公園のところですね。に来てます。まあ、初詣をね、してるわけですけど、日から1日経ってますね。あ、そう。で、今、お参りを済ませてできてね。で、おみくじをね、せっかくなんでね、引いてみようじゃないかと。よいしょ。どうかな。いうこととかやってます。まあ、昨日は結局、あのまんま、もう、泥酔祭りになってしまったんで、ちょうどね、この、名古屋の近郊の小村市のところに泊めてもらって、今を迎えてますって感じですね。お、なるほど。基地だ。良さそうですね。目上の人の人たちによる思いがけぬ幸いがあります。心を引き立て奮発して一心に努めなさい。けれど、あまり勢いを任せて心に、おごり生ずるとござらわやる。あ、これって多分目上の人ってことはあれかな、上司とかそういう感じとも捉えられるし、あれですね、でかいチャンネルとコラボできるのかな。そういうことかもしれませんね。うん。まあ、もしかしたらここでね、撮影をしとったら、いいことがあるかもしれません。ということでね、旅立ちよし、急ぐなってことですからね。大丈夫です。今から普通列車で移動しようというわけでございますね。さあ、よし。眩しい。よいしょ。さあ、今日はね、動画的には、徳重で終わっとるから、これで一応このシリーズ的には、あと名古屋港駅か。あそこ行って終了になるってことでね。今時間が9時ぐらいかな？ 8時は回ってるよな。眩しい。前を映すと眩しすぎて何も映らん。なるほど。よいしょ。今8時33分。まだ9時前か。ね。で、フリー切符をね、1日乗車券じゃなくて24時間切符の方にしちゃったんでね。つまり、ここからもまだ、ね、日またいでるけど、10時37分からまでは使えるよと。いや、作戦大成功ですね。うん、暑い。映ってんのかな、多分映ってても日差し眩しすぎて多分使い物になんねえなこれ。いやー眩しい。で、今中村公園のところにいるんで乗り換えはいるのか。
名古屋港の方に行こうと思うと金山乗り換えやから、あ、金山じゃなくて境乗り換えか、うん、で境からだったら名古屋港行きの方に直接行く便もあるはずなんで、よし、それで大丈夫でしょう。眩しい。映像としてもほぼほぼこれぐらいのところです。関東なんなら画面越しでないと見れないぐらい。日陰に入るとだいぶあれですけどね。いやー、もうその先また、おお、眩しい。よっしゃ、あ、また出るかな。ここでこっち側に渡っちゃうのも手だな。よっしゃ、ここから斜め横断できますからね。さあ、まあ、中村公園って言うと大鳥居が有名か。でっかいですよね。で、今朝市なんでね、まだちょっと開いてない店も多いですけど、この辺りは元日から営業してるところがほぼほぼみたいですね。まあ何して初詣で、今ね、2日のね、朝市なんでそんなに、混んでなかったですけど、去年来た時は元日に来たらもう大行列でしたもんね。うん、まあ昼過ぎぐらいだったかなってのもあると思うけど、いや、ずらし、何もね、元日にね行った人が偉いみたいな、そんなんじゃないですからね。日本の神様のね、性格的なところを考えたらね、うん、まあ今度の時はね、赤スポちゃん投げる人をね、優先で、なんならね、空いてる時に行った方のかね、うん、ただ夜中とかに行くとね、起こせないやつみたいなね、そういうような感じのね、いやとかありそうな気もしますけどね、そうそう、これくらいの時に行くのはちょうどいいんですよ。うん、春光、そうですね、ここも1日から営業ってなってますもんね。さあ、とりあえず中村公園でから堺駅までね向かっていくんですけど、多分堺駅はもう人多すぎて、多分乗り換えの、やつとかもちょっとね、ようカメラ回せないと思うんで、あそこは。おそらく中村公園から乗ったらもう次は、金山か、名古屋港駅でね、回そうかなと思います。はぁ、懐かしい中村。中村公園はね、仕事で来てましたからね。めちゃくちゃよく使った。中村今やってねえの？あ、9時オープンなんだ。はいはいはい。まとめた時のね。そうかそうか。入り口どこだっけ、よく使ってると言っといて、このありさまですからね。向こう側の方が近かったか、はあ、まあいいや。
あ、すごい和菓子作ってるわ。なんかもう元日すごいですからね。でも結構店変わったな。こんなとこ本マグロの直売所とかあったっけ？ないかな。ちょうどここのダイソーができた頃ぐらいだったんですよね。うちがここのらへんに店作るってなって応援に来とったのかね。あのダイソーのところに確か青木スーパーがあったんだったっけ。あ、そうだ、青木が建て替えやってて、あれや、臨時のお店みたいになってやってたんだ。あの時期あったな、そんな時期。中尾さんか。さあ、で、中尾じゃなくて、一緒にあの、ここから、こっちよいしょ。行き先ごとに会社違いますからね。普通の切符で乗ったりするときは気をつけないと結構スペードらしいですからね。いや、さてと、まあ続いていくと境に乗り付けて、まあそうですね、金山から長屋港があれになってるけど、この長屋港から発着するやつは基本大曽根まで行くんやったっけな。うん、だってあそこ、これも全部か作り書いてあるのか。さあ、じゃあこれね、あとちなみにうち、あの切符を買ったところからってやと思っとったら急いでやってましたけど、ね、最初の改札を通したところから有効の24時間のカウントが始まるっていう感じみたいですね。で、一応勝った当日中には通してねみたいな感じのループになってるみたいですけど、これは降りるときなのかな。お、通れる通れる、まあ当然なんですけど、いや、これ24時間の方に来て正解でしたね。もうプラス160円ですから、ここからもう変な話、免疫まで使えばアドですからね。うん、